林道家奈良市のシステマ北川誰強聞くの芸能人アメニア4人揃って準備大変じゃあ、皆さん先ほどどうも素晴らしいマジックありがとうございました。はい、ありがとうございます。最初はですね、私から、弟子にさせていただいていろいろ教わりたいなと思います、で、忍者といえばですね、はい、忍術手品の秘密っていうこの本が有名なんですけど、皆さん知ってますかね。僕も小学校の時に読みましたよ、これ、はい、なので忍術と手品は、ね、近しいところがあるんじゃないかなと思って、今日はですね勉強させていただければと思っております、はい、で最初なんですけれども、はい、まあ、我々忍者では手裏剣を使ったまあパフォーマンスといいますか、やらせていただくんですけど、それをですねなんかちょっと不思議にアレンジしたいなと思ってまして、なんかいい方法があったらぜひご教示いただけたらと思います。わかりました、はい。あのさっきなんか僕一番初めに簡単にやりましたよね。はい、はい、こうしといて、はい、やーとで、おお、え、いやーみたいな、はいはい、これはすごい簡単です。え、簡単なんですか。はい、別に大したことじゃないです、全然。手品っていうレベルじゃないと思ってるんですけど。でもなんか僕ら初心者からしたらそれぐらいのあたりから教えていただけると嬉しいです。そうですね。はい。これ隠し持ってただけなんですけど、はい。まあ物を隠し持つことをパームって言うんですけど、まあいろんなやり方ありますけども、これに関しては柔らかいやつなんで特にやりやすいんですけど、はい。まあ普通だったらどんな感じで持ちます？なんか隠し持つかな。僕は隠し持つとしたら、はい。まあ、こういう感じ、うん、はいはい、そうですよね、まあ、それも全然いいんですよね、こうとか、ああ、いいですね、はい、そういう感じで、いいと思います、はい、でいろんな持ち方があると思いますけど、僕がさっきやってたのは、はい、こんな感じで持ってました、はい、こうすると4本、はい、4本指はフリーですよね、はいはい、で親指で引っ掛けてるっていう感じですね、はいはい、でこれ尖ってないので痛くないので全然大丈夫です、うん、でこれだと、はい、あとはこっちからだと大丈夫ですね、見られても、うん、あちらの角度は、多分2人から見てる分には全然、はいはいはい、ね、で親指、ね、4本指はまっすぐ大丈夫ですね、はい、この持ち方で持ってました、でこう持ってました、なるほど、おお、あ、すごい開いてる、全然気づかなかったですね、はい、自然だから持ってると思わないんだ、はい、そうですね、ずっと持ってたんで、はい、はい、あ、こうなりましたね、で、まあ、さっきは出す手前で袖をまくって、うん、でこっちでこう袖をまくって、でこの動きで袖を、親指もちょっと使いますんで、うん、こうやって袖をまくって、はい、まくって、そしてここで持って、はい、シュッと出しただけですね、はい、ただこれだけです。皆さんもちょっとじゃあ練習、ここに2本立てて、はい、そうですね、こんな感じで、そしてここに親指を引っ掛ける感じです。ああ、ですね、多分こうで、ここに親指ですね、こうで、はい、こうですね、こう、あー、そうですね、こうで、こうですね、はい、これ長年手裏剣打ってきましたけど、この持ち方が初めてですね。あ、本当ですか、はい、でも見えないですね、うん、こうって持ってると。そうですね、で、こう返せば見えないですね、こうだと見えるかもしれないですけど、はい、うん、見えます、見えないですね、見えないですか、で、しかも開いてるから握ってると思わない、はい、そうですね、で、まあまあ、はい、あんまり手裏剣はこういう使い方しないでしょうけど、ここから、はい、まあ、慣れるとこの人差し指と中指で、はい、こっちからいくとピッと出せますね、はいはい、あ、元にも戻すんですけど、はい、あ、でもこれでも多分飛ぶと思います、はい、ちょっとほんと少し痛いのかな、大丈夫かな、ちょっと大きさが大きい、あ、そうですね、変わってくるんで、ちょっと、はい、こうで、親指、あ、親指です、あ、いけます、いけます、はい、できれば4本指が、はい、こう動かせるように、はいはい、やれるといいですね。ああ、そうですね。全然いいですね。で、こう、はい、袖をまくったりして。そうですね。は軽くは使いますね。ずっと。はい、はい、あ、そうか。こうやるだけで何も持ってないよ、ね。持ってないような印象を、何も持ってないよという印象をつけるのを、うん、わざわざ見せたりしないで、うん、何かのアクションでやること、サトルティーって言うんですけど、サトルティー、こういうサトルティーを入れるだけで、はい、変わってきますよね。はい、そこから前振りだったんですね。そうですね、はい、前振りで、これ暗記として使う、もう体重となったという、はい、使いますよ、ね、使いますね、この技術はまさにもう、はい、普通に油断させて、そうですよね、今日つけますね、すごい、この持ち方すごいです、もし、それを暗記として使うんだったら、はい、これをどこからか、持ってくる動作、はい、はいはい、それをもっと隠した状態でやると思いますね、マジシャンだと、ああ、はい、で、一旦、はい、気づかれないように手にも隠し持って、そして、
まあいろいろやるんですよね。あの持ち直したりとか、はい、手には持ってないっていうマジシャンの場合はやるんですけど、まあそこまでやらなくてもいいと思うんですけど、格闘技とかとか、あのサトルティでもまあスッと持ってくれたりも全然、うん、持ってないのを先にアピールしといて気づかれないように持ってくるだけでもかなり有利なことにはなりますよね、うん、はい、隠し方が立体的ですよね、うん、そうですね、ペタってこう隠すんじゃなくて、うん、はい、こうすることでこっちから見えにくくするというかね。で、まあ親指で挟むのも手だと思いますね。これだったらこれでも見えはしないですよね、うん、はい、あ、なるほど、なるほど、こうしとくには、うん、でもこうするとね、人間はこうやって立たないんであんまり、うん、ね、こうなるんであれですけど、まあこうやってる分にはわからないと思います。自然すぎる、はい、そうですね。でどうやったら自然になるのかっていう話があるんですけど、隠し持ってる時に、はい、まあ、この場合ですね、この場合はここがこのナックルの部分ですねがこう立ってるっていうか、はい、拳ができちゃうと怪しいですね。手が恐竜みたいになってるじゃないですか、ね、あこれ怪しいんですよ、ね、ここがの伸ばせるかどうかっていう、はい、緊張感がなくなるかどうかっていうのが、はい、大事なんですね。人間が力を抜いた状態ってこういう手の形になるんですね、基本、うんうんうん、はい、ある程度、まあ、ある程度丸まるか人によってダランとなるのか、はい、うん、この形になっている時が、はい、何も持ってないで、そこで何かハマるところを探すっていうのがいいのかもしれないですね。ああ、はい、それをじゃあそっかニュートラルポジションとして、そうです、そうです、そこにはめ込むっていう、そうするとある程度動かせるようになるはずなんですね。持ってますよ、今持ってますよ。おー、はい、やばい。あー、そうなんですね、はい、そうですね、力抜いた状態からはめるのがいいかもしれないですね。こう力抜いてこの状態です。皆さんめっちゃ手長いです、指長いですよね。手も長いし、僕大きいですね本当にこれはギフトですね、はい、そうですね、身長がでかいですからね、はこんなこうなんですね、はい、これが1個の持ち方じゃないですかね。じゃあここにはめ込むっていう原則を使えばいろんなその状況に応じた別の持ち方を作れるっていう。そうですね、隠し持つことは可能だと思います。形状を合わせてっていう、そしてまた持ち直してダイレクトに投げるとかなのかなんか分かりませんけど、そこに行きやすいポジションっていうのは何かあると思います。向きとか、はい、その考え方でいろいろ発展はできると思います。なるほど、うんうんうん、いろんなそれぞれの人間の武器を隠し持つときには、ね、ああ、そうですね。あ、でもどうですかね、なんか例えばその別の武器とかでも、はい、なんか隠し持ってるところがあったりとかしないんですか。ありますよ、あんまり、ね、この手甲の中であるとか、おキャハンです、はいはい、懐がもう一番ポピュラーな、あー、なるほど、ですね、ここからなんかこう取り出すとか、はい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 、あと細長いものであればかんざしみたいでしょ、髪の毛の中に隠すようなことはありますけど、ただそこからこうゴソゴソってやるっていうのがバレるので、いかにもうまいこと取るかなっていうのは工夫なんですけど、はい、もしだ単純に、はい、さっきの感覚考え方から言うと、はい、そのニュートラルポジションに武器があるのが一番取りやすいんですよね、はいはい、だったら手のこの位置とか構えのそのポジションに、はい、あるのが一番取りやすいはずなんですよね。なるほど、なるほど、どういうポジションか分かりませんけど、その構え、はい、ここにあった方が取りやすいですよね、どう考えても。ここに行くより、はい、ダイレクトにスッと行くのか、または落とせるのか、はい、上に引くのか下に引くのかどっちか、はい、まあ、前なのか、はい、前に行けたらこの動きで行けますよね、はい、はいはい、わー、めちゃめちゃ勉強になりますね。めちゃ勉強になります、ね、なるほど、はい、そうですね。で、それに例えば、はい、隠す場合、何か別のものでも、はい、それなのかありますか、こんな色が。ああ、なるほど、なるほど、はい、はい、なんか、あ、細長いました、細長いとか、あ、例えばそういう形の、はいはい、それだとよくあるパターンでどんな、よくあるのは、その懐の中と帯の隙間のところ、はいはい、なるほど、とか、あとはこういうところですね、そうですよね、はいはいはい、こういうところでなんかこう、しゃがんでいきながら、なるほど、なるほど、なるほど、はい、ああ、なるほど、なるほど、はい、そういうところだとですね、まあ、わかんないんですけど、はい、まあ、これが一番手っ取り早いですよね、うん、この状態でもここまで持ってきといて、はい、そしてスッといけるっていう、おお、はい、それの中に、はい、はい、だから、でもずっと普段いつも落ちちゃうと面倒くさいので、はい、落ちない状態で何かそのキープできるように、はい、で着脱が何かできる、こういう状態ですね、はい、こういう状態、はい、ここで何か上着の上からでも取れるような、うん、なんか
ワンタッチで取れるような何かしといて、はい、で手をこの状態ですね、はい、でこの状態で手を下ろしたらストンと落ちる状態、うん、あできればこれが一番早いです、ね、なるほどなるほど、ここでロック解除なんだかにして、はい、手を下ろせばそうそうそうですね、だからこういう動きでなんかロック解除がカツッとできて、うん、でこれまた下がっていいんですよ、できてカチッとカチッとそしてスッと落ちるとそしてシャコッといけるっていうのはなんかすごくいいのかなと、めちゃめちゃ勉強になりますね、僕だったらそうするかなと。あともう一点だけこれで歌詞とお伺いしたいんですけど、あと彼女と練習してきた技がありまして、おちょっと待って、こうですね、僕が彼女にこれをはい、はい、ぶん投げて刺します、はい、うん、いきますよ、ふっ、あっ、大丈夫ですね、でこれ今皆さんお気づきだと思うんですけど、はい、こうじゃあこの後ね、これ一体どこに移動するんだっていう話がありまして、ありがとうございます、はいはいはい、これを上手に、はい、こう消してこうなかったことにするっていう、なるほどなるほど、後始末の方、アトラクション、はい、あー、どんな風に投げましたっけ、こう構えまして、はい、ここから脇の下に入れて手だけ振って、はい、ここに挟んで、なるほど、でお客さんからこっちに受けるので、はい、こうやって、ああそうですね、見えないですよね、はいはい、その後これをどうするかなって、ああなるほどなるほど、はい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 、その悩みがございます、ああなるほど、どうするんだろう、いやなんかだったらもう簡単な方法あるけど、はい、これでも YouTube 流せないな。秘密を教えていただければ、はい、はあはあ、じゃあこれをですね、はい、いや完全にそのでもいいですか、はい、ああなるほど、そして5と、はい、そして8と投げますよね、はい、そうするとで、あっちにあーなってて手は振り、それが一番楽かなと、これは流せないやつですね、これ流せないやつですね、あ、じゃあ、あの P の P で、P で、はいはい、なるほどこれはすごいです、ね、はい、まあ、そんなこと考えないです普通いやー、すごい、分かりやすいところね、はい、それ一番手っ取り早くは、手っ取り早い、はい、やるときはまあ、はい、そうやって、まあ出し方は、ね、適当に出せればいいんで、はい、すごい、勉強になりました、はい、ありがとうございます、はい、解決しちゃいました、もうなんか忍者にお悩みを解決してほしいって依頼はあるんですけど、はい、忍者のお悩みを解決してくださいってなかなかないので本当にありがたいそうですね、もうあとも単純に隠し持つとかもニュートラルポジションに、はい、手が行きやすい場所にポケット作っちゃうのが一番簡単だと思います、はい、それが、はい、ダイレクトだと思います、ありがとうございました、いいですか、はい、あ、もう大変勉強になりました、ありがとうございます、あの忍術もあのマジック応用できそうだなと思いまして、はい、ですね、勉強になりました、ありがとうございます、思います、はい、じゃあ、この後ですね、あの先生のチャンネルでも、マジックのですね、いろんな技をご指導いただきたいと思っております、先生今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、2人本当にすごかった、皆さんのね、格闘技とか武術武道には相手の思考をある程度読むというか、はい、そういうのも必要ですよね、はい、ちょっとそういう対決してみますか、はい、ね、対決、はいはい、対決といったらもうね、はい、ちょっと、はい、対決あのまれちゃうんですね、そう、浅草のドン・キホーテで買ってきました、あ、今買ってきたんですか、はい、ドン・キホーテ、はい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 、新品ですね、新品ってことはトリックの腕越しではない、そうですね、本当に新品です、じゃあ、あ、ちょっと開けていただいて、はい、はい、2回ずつシールが、2回ずつシールですね、はい、開けます、開けましょうか、僕は、はい、慣れないですよね、よいしょ、はい、はい、よし、はい、新品ですね、はい、もちろん新品です、新品、はい、レッドインザゲーム、はい、ね、
仕掛けないですよね。はい。うわあ、もう綺麗に開きますね。もうすげえ手つきが。うわあ。はい、ね。これは言わないですね。はい。で、じゃあ、まあ、マジック対決してもしょうがないんで、パワー抜き対決を、はい、しましょう。はい。はい、なんかじゃあ、まあ、ババが2枚ありますね。まあ、どちらも1枚取っていただいて、はい、で、まあ、好きなマーク決めていただいて。好きなマーク、はい、スペードの。スペードでいいですか、はい、1、2、3、4、5、ね、これ私の全部6枚ですね。はい、はいはい、で、まあババ抜きってこうお互いに抜いていくっていうことやりますけど、はい、今回は僕が皆さんがこう隠し持ってジョーカーを僕が引かないようにこう取っていくと。ジョーカーを僕が引いたら負けですよ。そういうことをやってみようかなと。ああ、はい、おお、あ、もう最後まで残ってるとかじゃなくてジョーカー引いた時点で負け。そうです、そうです。それは圧倒的ハンデですよ。そうですね、シンプルにそういうことをやっていこうかなと思います。はい、ちょっとやってみます。なんか多分ね、何もせず難しいような気がする。あ、ね、失敗したらごめんなさい。失敗はあるんです、全然。あ、本当ですか。はい、あります、あります。今たまたまうまくいってるだけだと思うんだ。じゃあ、いかん、あ、今、結果たまたま来た感じですか。はい、ジョーカー。あ、割と狙っておいてます。あ、なるほど。はい、わ、はい、かりました。はい、じゃあいきますね。一発目、ね、一発目の場所がこっちに目が行ったので、多分これ違うと思う。これが外れたら逆をやられただけなんですよ。なるほど。で、次。そうですよね。これ、揺さぶってるんで。はい、うん、で、今、はい、今、視線を一発目こっちやってたら、これが僕の中の2分の1です。2分の1です。今一発目僕が見た範囲がこっちから行ってこう行ってこう行ったんで、こっちにないのかなと思ってるんですけど、あ、間違えた。これだけです、これだけです。もう一発、くそ、こっちのパターンですね。わかりました。行きますよ。はい、はい、忍者の心理戦ですよ。すげえ、さすがですね。はい、忍者すげえ。今のクリアで言ったら多分当たってましたから。あ、はい、そうだ、はい、顔が面白かったもんね。いや、でも逆にリアルじゃないですか。うん、だって、ね、そうですね。ああ、だって読んでるってことですよね。うん、すごいですね。もうそっか、観察版だけじゃ結構ですね。そうです、ね。はい、じゃあいきますね。ちょっとここは一発目が一番重要なんで、はい、はい、これが外れなければちょっといきますね。はい、オッケー。ああ、マジですか。はい、はい、うん。じゃあいきますね。はい、はい。もうちょっとどこ見てるとか関係なくなってくる、はい、あのパターンは、はい、あの、はい、たまたまそこに来ましたよね、混ぜ方的にね。多分結果はそこですよね。たまたまなんですよ、これ。それはもうさっき切り方見てて分かる。かわいい、はい、とすれば、あとは、ここからですね。あー、なるほど。そしてこういくっていうことは、はい、こうして外したいんですね。じゃあ可能性はこっちが高いのでこっちから行きます。はい。真ん中以外はかなり可能性ないですね。もう見らんないですね。これが多分可能性ない。僕的にはこっちです。僕的にはこっちがジョーカーです。はい。すごい。すごい。あっという間に攻略されましたね。タイプは分かったんですね。まあ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 。でも間違えることはいっぱいあります。ちょっと僕のは2分の1の可能性をちょっとやってるんで、最初にでもそのおっしゃった通り、これが当たればもうって言われたやつが、僕が心の中にいろんな罠を作ってたやつを見抜かれた感じがすごくして、もうそこの砦をクリアされちゃったらもうダメだなっていうのが最初の一発目で、ガンって覚えてました。やってみます。はい、you